瞑想の状態がですね、一体どんな状態なんだろうっていうのをこのセミナーで確かめたいっていうふうな方もですね結構いらっしゃるんですけども、そうすると多くの方は分からないとかってですね、なぜかっていうとですね、あの瞑想の意識状態になると何か特別な意識状態になるんじゃないかというふうに、期待されてたりとか、あるいは催眠もそうなんですけども、何か特別な状態なんじゃないかと思ってるんですけどもですね、この現在の普通の意識状態で目をつぶってる姿は何も変わらないですよと。ですから瞑想とか催眠をですね何度も受けると、ああこれが催眠の状態だっていうような感じの自覚も出てくるんですけども、最初のうちはですねこれなんですよ。それからテレビとかですね、ネット等でですね、やってみるとですね、この無の状態になるとかって感じでですね、言うんですけども、そんなこともないんですよ。これなんですね。これだから、瞑想の状態なんだか分かんないってことなんですけども、どうしてかっていうと、例えばお酒を飲んでですね、ホロ酔い状態の時、車を運転しても大丈夫かもしれないっていうんでですね、車を運転するとですね、事故を起こしてしまうと。で、本人は酔ってんのに、その自分が酔ってるかどうかを感じるところまで酔ってしまってるんで、自分が酔ってるかどうかが分からなくなって車を運転してしまうと。それと同じように、瞑想の状態になると、自分は瞑想の状態かどうかっていうのを感じるところも瞑想の状態になってしまうのでですね、それを感じることができる。ですから、こういったことになるんですね。それから何か洗脳されちゃうんじゃないかというですね、心配する人もいるんですけども、この自らが積極的にイメージしない限り、これなんですね。主体的な努力の結果であるんですが、積極的にイメージしない限り、人からイメージをコントロールされることがないと。ですから、私がこれから瞑想の誘導をしていくんですが、それをですね、私が言う通りにいろいろイメージしていますと、